はい、皆さん、こんにちは。ぜひこれ。それでは、今回なんですけども、LINEPay の Pay 特裁と組み合わせ最強、お得な LINE ポイントを貯まる&当たる3つの方法ということで、今回は、現在開催中の Pay 特裁とこれまで紹介した LINE ポイントが貯まる方法のまとめ動画ということでお伝えしていこうと思います。それでは、まず1つ目なんですけども、これは僕の動画でも何度か紹介したコカ・コーラのアイスブレイクチャレンジですね。まあ、これは控えめに言ってめちゃくちゃいいですね。簡単にまとめると、1日1回できる、で、LINE ポイントが20ポイントが50万名様に当たるということ。そして期間は6月の17から12月の31日まで、あとは使ったボトルとか缶でも次の日に使えるということで、まあお伝えした通りですね、期間中毎日できちゃうんですよね。まあこれは1回までなんですけども、あと現在ですね、このコーラの写真で撮影しても反応しないという事例がちょくちょくまあネットでも起きてるんですよね。でその場合はカメラで撮影する際に、撮影せずに右下の起動しない方はこちらというのが数秒後ぐらいに出てくるので、そこをタップしたらキャンペーンのページに飛べるみたいなので試してみてください。でちなみに僕の現在の当たったスコアはこんな感じなんですよね。多分たまたまだと思うんですけども、4連続で当たってるので、これはキャンペーンが続く限りはちょっと毎日したいなというふうに思ってます。で次に2つ目ですね、こちらロッテのアイスそうなんですけども、1個購入で1回応募可能ということで、 LINE ポイント100ポイントが10万名様に当たる、期間は2019年の7月の31日までとなってます。最後3つ目ですね、こちらジョージアのキャンペーンなんですけども、これはまだ動画で紹介しきれてなかったんですけども、視聴者さんからいただいた情報です。このジョージアのジャパンクラフトマン微糖を購入したら、このようなタグがついてるので、そこから QR コードを読み込んでシリアルナンバーを入力したら、 LINE ポイント20ポイントが確実にもらえます。これは確実にもらえるのでいいですね。で期間は6月の17から9月の15日までとなってます。これはお一人様5回まで応募可能となってますので、お気をつけくださいということでですね、この3つを紹介したコーラとロッテのアイス層に関しては抽選なので、まあ、当たったり当たらなかったりする場合もあるので、こちら必ずお気をつけください。そして今回紹介した商品を格安のスーパーで購入して LINE ポイントもらうのもいいと思いますし、あとですね、お題の通り今日から LINEPay のペイ特のコンビニ祭が始まるので、まあ、それと絡めてコンビニで購入したらお得になるかもしれないので、まあ、これはどちらがお得かっていうのはご自身で比べてみるのも結構面白いのではないのかなというふうに思います。ということで今回は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。